おはようございます。冒頭私の方から3点ご報告させていただきたいと思います。まず、可決権が承認内容と異なる方法で動物用医薬品を製造していた事案についてご報告をさせていただきたいと思います。同社に対しまして、昨年12月に立ち入り検査を実施したところでありますが、その結果等を踏まえまして、本日、医薬品医療機器等法に基づく30日の業務停止処分を行いました。詳細につきましては、この後事務方から説明をさせていただきます。次に、原料原産地表示の関係でございますが、加工食品の原料原産地表示について、消費者庁と農林水産省が共同で加工食品の原料原産地表示制度に関する検討委員会を開催をして、今後の対応方策について幅広く検討をすることといたしました。加工食品の原料原産地表示については、食料農業農村基本法及び総合的な TPP 関連政策大綱において、実行可能性を確保しつつ、拡大に向けた検討を行うこととされております。この検討会では、現行の制度や事業者の取り組み状況等を踏まえ、関係者からヒアリング等を行いつつ検討を進めて、本年が今日も目取り、中間的な取りまとめを行う予定であります。詳細につきましては、この後プレスリリースいたしますので、ご承知を聞いていただきたいと思います。最後に、諫早湾干拓事業の関係でございます。昨日、長崎地裁から国開門を求める関係者および開門差し止めを求める関係者の3者に対し和解勧告文書が示されました。この文書において開門によることなく有明湾全体の漁業環境を改善する方策を検討し、全体の解決を図る和解の協議を勧告する旨が示されたところであります。本件において裁判所から和解に関する方向性が示されたのは初めてのことであり、重く受け止めております。国としてはどのような対応が可能なのか慎重に検討してまいりたいと考えております。またこのような状況については有明海沿岸4県に対しても事務方から説明をさせることといたします。私からは以上でございます。じゃあ管理者の東京新聞です。はい、昨日自民党で農業のコネクト方針策定に向けたプロジェクトチームが始まりましたが、その中で JA で買うよりも農業資材、JA で買う、農業資材を JA で買うと高くするといった話などが出てきたんですけれども、農水省としてはそのプロジェクトチームの議論にどういうふうに関わっていくか、教えていただけますか。お話しいただきましたように、党において、自民党において、農林水産業コネクト方針策定議定が昨日から検討を開始されたことは承知いたしております。PT では自民党で昨年11月に取りまとめられた TPP に関する総合的な政策対応に向けた提言において継続検討とされた人材力の強化、生産資材価格形成仕組みの見直し等生産者自身の努力では対応困難な分野の環境を整えるための施策について、検討が行われていくということに承知いたします。また、政府の総合的な TPP 関連政策大綱においても、
セベロ農林水産業への転換のために継続検討事項として与党と同じ12項目が掲げられており、農林水産省としても与党と連携しながらこれら項目について今年の秋に向けて検討をさせていただきたいと考えているところでございますので、まあ、昨日寄稿をしていただいたことはありがたいことだったと思います。各社さんお願いします。はい、どうぞ。熊本一新聞、はい、受付の処分に対してのご所感をですね、はい、まあ、事案そのものに対するご所感と、まあ、今回の処分にどのような省としての意思を込めたのかというところをお伺いしたいと思います。はい、まあ、今回の事案は非常に、まあ、遺憾なことではありますけれども、そう、もう一つの医薬品の分野とは少し違うようにも理解をしているものでありますが、まあ、今まで、動物等の医薬品については大変 貢献をしていただいた企業でありますから、そのことを十分に受け止めていただいて、今後は法律にのっとった運営をしていただきたいと強く望んでいるところであります。大臣、すみません、はい、佐賀新聞の小田といいます。はい、諫早湾の方ですけれども、はい、確認ですが、これは今回の勧告に沿って国としては受け入れるということでよろしいんでしょうか。まあ、勧告について国としては、まあ、問題の解決に向けた話し合いの先端につながるのであればですね、その方向に沿って努力をすべきというふうに考えておりますが、まあ、それぞれ、ご意見があるのではないかなというふうに思っております。我々は誠心誠意、しっかり対応をしていきたいというふうに思います。そうなってまいりましたら、これまでの司法によるその統一的な判断を求めていくんだという方針がございましたが、これとの兼ね合いというのはどういうふうにお考えでしょうか。まあ、ここでお互いが協議がどうなるかということを見極めておかないといけないのではないかなというふうに思っております。では統一的判断、これを求める方針も変わらず持っていかれるということですか。まあ、今の段階では そこは並行しても考え方としてはあるというふうに理解をしていただいてよろしいと思います。大臣、すみません。はい。長崎新聞の山田と申します。はい。それは簡単に関連ですが、もう一度お尋ねしたいんですけど、和解案においては開門をせずに解決をするという方向性を示された。この方向性について、先ほどおっしゃったような、これで解決につながるならば国としては受け入れても良いというふうに理解してよろしいでしょうか。そう、先ほど申し上げました通り、国としては問題解決に向けた話し合いの進展につながるのであれば、その方向に沿って努力をすべきだと考えています。もう一点、開門を求めている側の方々は当然この和解案に反発をしているわけで、お話し合いはこれからでしょうけれども、そういった方々に対して、まあ、国の方としては今の立場でどのように対応していくというようなところの考えはありますか。今のところ具体的な話し合いが進んでいるわけではありませんので、今から話し合いに入るということでございますから、いろんな憶測、前提を置かないで話し合いをさせていただくということがいいのではないかと。今言って沿岸要件に対する説明というのは具体的に和解案に関する説明というか、長崎地裁から示されたことについて、はい、ご説明を申し上げようと思いまして、これは、まあ、要件も非常に関係ご心配をいただいてきたこともありまして関係がありますので、今日か明日10時は説明を終わらせたいと思います。わかりました。日本新聞の人ですけど、はい、その盛ん関連ですけども、和
和歌山の中ではですね、解決金の支払いなどを勧告するものも書かれていましたけども、そこらに関しての考えはいかがでしょうか。何ですか、解決金。解決金、はい。そういう和歌山を受け入れるお考えはおありでしょうか。まあ、それは今から話し合いの中でだと思いますので、先ほど申し上げた通り、いろんな前提を置かないで、という、真っ白い気持ちで話し合いの場に臨ませていただきたいなと思っております。それぞれご意見もあると思います。昨日ですね、統治資源課の方にお聞きした際には、大枠で定期方針だというふうにお話をお聞きしてますけれども、どこでですか統治資源課の方でお聞きした際には、大枠で定期方針だというふうにおっしゃっていましたけれども、何を大枠で受け入れるんですか。和解案ですね。あ、それ和解案がまとまれば、それはもちろん受け入れさせていただかなきゃなりませんが、今からですので、だから、これはどうする、あれはどうするという前提を置かないで、話し合いに臨ませていただきたいということです。和歌山がまとまれば、それはもうしっかり受け入れて対応するということは当然なんですけど。他にございませんか。どうぞ。私の渡辺大臣さんの関係の関係なんですけども、今回の処理の理由ですね、中間計画は困るというふうに大臣とおっしゃいましたが、はい、私でどういう点に関してどういう認識かというのがまあ、行政処分の対象となる政治財が多岐にわたるということは、やはりこれは可決権の体質に問題があったのではないかというふうに考えておりますが、まあ、特に、社会的な影響が大きいということではありますけれども、意図的にですね、承認内容の変更を行っているわけですけれども、まあ、その後、自ら報告をしており、隠匿の意思は認められなかったということが少し違うのではないかなというふうに思っております。まあ、そういうことで、30日というふうに決めさせていただいたと思います。立憲関係の方では、具体的なところですね、特定を作ってや、確定そのものをですね、組織の直し等を、同じ、企業でございますから、厚生労働省の考え方とも我々も共有するところもありますので、両省いろいろ連携をさせていただいて、可決権が制度する動物油の医薬についても、我が国の畜産にとって不可欠なものであることからですね、生産現場における動物油の医薬品の供給等で、まあ、困難が生じないように注意をしていかなければなりませんが、まあ、厚生労働省は可決権に対してですね、医薬品製造販売業を継続することを前提とせずに体制の抜本的な見直しを検討するよう要請した旨の発言をしたことは承知をしております。まあ、これは厚労省の可決権の対応を我々は注視してまいりたいと思いますが、当然のこととして同じ企業でございますから、我々の動物油医薬品についても影響があることはその通りでありますけれども、まあ、可決権が生息している動物用医薬については、我が国の畜産にとっては不可欠なものであるということからですね、生産現場における動物用医薬の供給に混乱が生じないように、ここは特段の注意を払っていかなければいけないというふうに考えています。今回は可決権が製造する南製品のうち南製品が出荷停止になる。ですね、ちょっとこの 10製品についてはですね、除外をさせていただいております。これは
まず、業務停止処分から除外をするのは、重薬剤でございまして、一つはですね、4つについてはですね、100% がこのここの可決権の製品なもんですから、いかんともしがたいところでありますが、あとは他社の製品で代替が困難であったり欠点が生じる可能性が高い製剤がですね6品目ございますので、まあ、それは業務停止処分から除外をすることとさせていただきました。厚生労働省ではですね、人口業務停止の対象から除外された製品が多くて、まあ、その処分というものの実効性があまりないんじゃないかという指摘もあるわけなんですけども、大臣はその点についてはどう思いますか。まあそれは生産現場のことを考えての対応でございますので、そのことはご理解をいただけるのではないかなというふうに、まあ、非常に駆けつけに多くのことを頼ってきていたんだなということがよく今回理解をしています。もうちょっと数字を申し上げましょうかね。作っていただいているですね、製造している製剤はですね、44だそうでございます。で、今回問題がありましたのが29だそうでございます。まあ、そのうちの10の製剤については除外をさせていただくということになります。最初は19ということで、29が処分の対象でございます。このあとリストも含めて、はい、事務方から説明してもらいます。もう少し詳しい資料を添えてご説明をさせますので、他によろしいでしょうか。あ、はい、どうぞ。NHK の平和です。はい、昨日 その関東平野の雪の関係なんですけれども、農林水産物関係の被害と、まあ、農林水産省としての対応がありましたかもしれません。まだ全体的な把握をしていないところでありますが、まあ、どういう被害が現実にあったのかというのは案じておりまして、調査結果が出次第対応を考えたいと思います。